ただここあるスーパーマーケットのあれですね、駐車場の一隅ですよね。でここで、古紙の回収の、すいません、どうぞ、はい、どういうシステムですか。まずですね、はい、1ギゴ1ポイントとして、古紙を回収させていただきます。で500ポイント貯まりましたら、泉屋の商品券と交換させていただきます。あのあれですか、泉屋のカードじゃなくて新たに別のカードがある。はい、別のカードになります、はい、こういったカードですね。あ、そういったカードを出してあげるわけですね、はい。あ、そういうのがあるんです、はい、専用カードになります、はい、でまず来ていただきましたら、機械の前に、立っていただきます。はいはい。で、こちら側の機械の前に立っていただきまして、指で操作していただきます、はい、あ、持ってない。はい、持ってないですね。腰の投入を行いますか。はい、はい、ですね。で、お持ちいただいたフル新聞雑紙、フル雑誌雑紙をリサイクルボックスに入れてくださいっていう。リサイクルボックス、はい、はい。リサイクルボックスが、正面のこの白い箱になります。はい。で、リサイクルボックスは真ん中で2つに分かれてまして、フル雑誌、チラシ、はい。で、オレンジの方がフル雑、あ、ごめんなさい。青い方の方が、フル新聞折り込みチラシ。まあ、こちら側のボックス入れてください。あ、これ今はかりになってるんですか。自動的にはかりになってる。これ自体がはかりになってるんです。ああ、それアイディアもんですね。はい、で、オレンジ色の方が、あ、どうぞ、もう先にやっていただいて結構です。足もあのちょっと時間かかりますんで。あ、そしたら機械は取り消しで。確かにこれは面倒くさくなくていいですね、もう、はい、係でね。で、これそのトラックで持っていけるんですか。そうです。わかりました。じゃあそれを今どんどん入れていけるわけですね。そうですね。あ、わかりました。あ、でも操作がありますので、はい、あ、でもちょっと先に、まああれですよね、1人ずつしかできないんで。ああ、1人ずつね。で、一旦ね、この辺に固めといてもらいたいんですよ。あ、そうですね、入れちゃったらいいですね。はい、わかりました。まあ、でも駐車場で車持ってくるってのは一つのアイデアですよね。はい、そうですね。